どうもエルザです。それではアンチャーテッドやっていきたいと思います。さあね、やられてしまったんで、ちょっとね、ちょっと仕返しいきますか。そこから出る感じかな。だと思うんだっけ。ちょっと待ってね。さあ、しょっぱな。あれ、三角でいいんだ。まあゲットしたことにはなってないね。そんなんあり。よし。よし、塔へ向かうか。おいそう。あれ？はい。はい、終わり。はあ、さあ、タマホ10。通れないか。まさかね。まさかだったね。どこまでも。ここは開けれない。あれバレるか。ここだ。よし、終わり。上からか。そのためにわざわざ上に上がらせたか。よし。いや、こっちか。いやー、今回この上りのアクションほんと多いね。あ、で、こっち。ほいっと。よし。あいつら何を撃ってる。ひるむんじゃない。まさか。なんてこった。屋根なのだ。出たか。ちょっと待って。あの、いかにもさ、いけそうな感じだったじゃん。あいつら何を撃ってる。ひるむんじゃない。どういうことかな。これダメ。わからない。なんで降りれた。切ないな。あー、そっちからね。
まり発砲せずにとは思ってたんだけど、いや意外と、はい、お疲れさん。これは危ない危ない危ない、まっ、あ、得そうなもの、あの野郎やべえないやー、むずいむずいむずい、またその通り、今のでいいんだステルスとは、じゃあ君も、はい、ストレスで捨てるっすか、でいくとだいぶ違うね。増援の感じとかね、ないね。よし、一人で回せるっていうのはなかなかよね。よし、ギリ、足元危な、うん、大丈夫そう、本当に、大丈夫じゃないね。あれ倒せんの？さて上に上がった。
ガン無視するっていうのも、よし、強すぎんだって。いくらなんでもさ、そりゃあかんわ。完璧だ。なしだね。正面でいいのかな。下行って、あ、そこっぽいね。完璧。あら、上か。ぐるーって一周してだね。あとは、あ、それじゃなくていいんだ。登れない。普通に行けるね。さあ、デザート、あそこね。こっち行って、もう一回飛んで、よし。ああ、ここにあったんだね。やばそうだな。ネイト、こっちでおかしなことが起きてるんだけど、あれ動物なのかしら。ああ、先に注意しとけばよかったよな。警告した。待って、あなたあれを知ってたってわけ？いつ私に話すつもりだったの？いいか、静かにして見つからないようにしろ。あいつは見つかったらやべえもんな。お、無ない。よし。ほい。うん？今確実に声がしたが。そう、前回も化け物で今回も化け物っていうさ、何とも言えないんだけど、化け物ゲーじゃないよね。援軍が必要だ。援軍を頼む。静かにネイト、静かに。ああ、みんな死んでる。奴らにやられちまった。あっちへ行ったぞ。あいつら一体何なんだ。あいつら、あいつらはね、ただの化け物だよ。さあ、行くか。まだか。
ちょこちょこね声が聞こえるのがね。さあ届いた。でここ上がっていく。どうぞ。これ上に行けば行くほど出てくるんじゃね。ああもういいか。何かと引っかかるね。いやーここか。やっと塔だ。ほんとやっと来たねやばそう。お前の言い訳にはうんざりだ。もう少し時間をください。もう見つかります時間は十分やった。それにナイフまで手に入れた。どこだ。シャングリラへの入り口は。それが待ってください。こんな山奥まで来たのは何のためだと思ってる。探してるものはこの部屋にあるんです。見つければいいだけです。何を言うちょうな。努力もすぐそこまで来てる。お前など雇ったのが間違いだった。なんてやつなの。仕方ねえ。なんとかご機嫌を取ってくれ。あんたはここにいてヒントを探してくれ。黒い頭を使って。それは俺のもんだ。ネイト、なんで来たの。ナイフを返せ。奴らに見つかるわよ。おとなしく渡してくれ。ナイフはどこかって聞かれたらどうするの。ごまかせんだろ。いつもみたいに。やめて。その代わりにお願い、あの獣を倒して。よし、あとはなんだ。謎解きだね。どっかで見たことがある。まあ本当この手帳がないと何もできないって感じだね。こんなん見れたんだ。この左にめくっていって、さらに。まだ？さっきのページっぽいけどね。さらにめくる。ああ、自分の手帳か。これがね。順番的にでも。よし、一つ一つの生き物にどうやら決まった色があるみたいだ。レッド、鳥はレッド、トラは、白、金だね。この彫刻に絶対何かあるはずだ。この彫刻ね。
動かせるのか。アッカーは、スザッカー、スザッカーは、いやこいつここじゃないぞ。あ、違う。他に何色があるんだろうね。あーは。うん、とりあえず箱、もう運べるから箱。これは。これ緑という繊維で、タラのところに。なんか最後の最後で謎解けるんだね。ああ、マークか。ああ、緑、三角が赤。はいはいはい。三角が赤。なるほどね。何色が何だよっていうの書いてあったね。オッケー。丸か白だったらこっち側かな。まあ、沈んだったら前で分かりやすいね。肝心の時に左はこれ違う。とりあえず打ちそう打ちそう。確かにこういうことはめんどくさいことは大体主人公ね。反対だね。よしよし。さあね、これは手帳がなかったら本当解けないやつだね。まあ、そもそもこれに乗って動くとか違和感気づかないと無理だろうしね。さ、最後の、あー最後の一つが転がっていった。ほら、これでどうだ。あー、くそ、ダメ。はいはいはい。オーケー、このマークは見覚えがある。で、後ろは。アースはあの文字か。もう一回。オレンジが、一人なんか付け加えてたような感じだね。これで、それぞれに個々の色がある生き物と同じだ。緑にはあれか。これかな、緑は。あー、隙間がないやつだね。引っ掛けがあったね。これで、白がなんかダイヤみたいなマークがついてたね。こっちかな。いや、羽が違うね。こっちやね。で、最後、赤が。さあ、開いた。で、面が3つ、ナイフと同じ。ナイフを刺すわ。おいおいおい、これは何か。はあ、さらに扉が開いた。登れない。
あ、普通に行けるわ。ねえねえねえ、ゲット。エレナ、聞こえるか。ええ。おそらく秘密の入り口を見つけた。本当？ああ、崖の下を見ろ。像が並んでるだろう。そこで会おう。了解。今行くわ。さあ、そんなにうまくいくのか。あれ？はいはい。おお、なかなか。なかなかですな。出てきましたな、あの化け物が。まあ守ってるのかどうかちょっと分かりづらいところだけど、戦うことにはなりそうだね。エレナ、いるか。ええ、こっちよ、見えてるわ。あいつら一体何をしてる。秘密の入り口を探し出すためにあの像を壊してるみたい。いや、敵さんがドンピシャの場所にいる。まあダメで元々だ。オッケー、いつでもいいわ。どこまで来る？いいね。その通り。砲丸があるのがね、またね。おい。使ってしまったか。痛いね。はい。そしたら。まだ生きてる。お前ら、お前ら頑丈すぎるだろ。上行ったんだよな。グレネードを取りたい。ダメダメ、無駄だよ。待って、上から行くとだいぶ楽そうなんだけどな。あれはどっちだ。やだ。天才、完璧。さて、堂々と戦え。お前も一発じゃないか。どの口がそれを言う。
じだ。さて、上は意外と、っていう感じだね。関係ないか。あ、くそ。もう終わりだとね。さあ。入り口ですか？入り口はね、そこになんかあったよね、丸いやつがね。分かってんじゃん。ここにある。言わずとも。これだ。やっぱり。おい、押してくれ。すっごい仕掛けだね。ブツブツ言うな。おお。まさかあの木。すげえ。目立つ場所にあった。それであの木の絵だったんだね。生命の木のね。こっちよ。ここに近道があると思うわ。ありそうだね。やばそう。ねえ、やつらの気はそらせた。めちゃくちゃ武器が落ちていってたけど。見える？下がってろ。ああ、こっちは行けないか。合ってるよね。ねえ、おい、伏せろ。ふん、走れ。さて、そっちは？あいつら壁を降りてるぞ。壁を、ああ、本当だ。強えなー、相変わらず。ってことは、それ登っていけるわけだね。じゃ、笑っていくね。ロープをくれて助かった。上に怖いものが待ってないといいが。待ってましたね。よし、オールクリア、来い。はあ、まさかここが最後の舞台になると思わなかったな。やばいね。おお、あ、水車で動かしてたんだ。はあ、すげえ。
げえからくりやな。少しずつ近づいてる。いくつかドアがある。手を貸せ。オッケー。よし、行け。ここだ、エレナ。秘密の入り口だ、シャングリアの。チャプター、シャングリアの道。ネイト。もう壁を登るのは疲れたわ。とにかく探せ。どこかにヒントがあるはずだ。本当にこれなの？絶対ある。何か見落としてる。ん？何かね。あるかな。それっぽいものは、なしか。とりあえず全部下向きにするか。これも下げる。あ、結構単純やったね。何？見てろ。ああ、またあいつらかよ。ちょっとどうするの？後ろにいろ。この向こうだ。銃を捨てろ。捨てろ。近寄るな。やはり貴様はこの手で殺しておくべきだったか。二度と同じ過ちは犯さんぞ。下がって。おう、引き金を引いてみろ。死ぬのはお前だ。さあ、シャングリラへ案内してもらおうか。おととい来やがれ。歴史は学んだかな、ドレイク君。本ぐらい読んでる。チンギス・ハン、ヒトラー、スターリン、ポルポト、全員が偉大な男だ。なぜああなれたかわかるか。聞いてやるから話せ。凡人にはできないこともする気概が彼らにはあった。道場など敵だ。情けに殺されるのだ。さあ、まだこの私を試すつもりか。銃を捨てろ。下ろせ。向こうへ蹴れ。そう、これが私の気概。君の気概を見せてもらおう。私たちを殺しても無駄よ。こいつは価値がある。だが君は手を出したら何も話さないぞ。つまりお互いに手詰まりか。私が手駒を増やしたらどうだ。女を連れてこい。おお、ちょっと触らないで。こいつは学習してもらうための、こいつは協力してもらうための女だ。どうする。バカバカしい。こんな手に乗っちゃダメ。案内が必要なら二人を逃がして。貴様と交渉するつもりはない。どっちを犠牲にしてどっちを助ける。こいつか、こいつを守るか、それともこっちか。わかったよ、クソったれ。大げさな芝居しやがって。言う通りにしてやるよ。ピリピリすんなって。おい、ゴマすり野郎、ライターを貸せ。
んだこれは。知りませんよ。向こうへ行けるよう何とかしろ。そいつも連れて行け。今回は役に立つかもしれん。いいかドレイク君、妙な気は起こすなよ。最高の腕前だっただろ。さっさと行け。行け。先に行け、相棒。ああ銃があれば無敵なんだろ。あまり離れるな。遅れるな、頑張れ。ついてってる。お前を先に行かせてるだけだ。待てよ、俺を待て。銃を持ってるからな。ラザレビッチがよくお前を生かしておいたな。持ち上げてくれ、相棒。あのさ、よし、いいぞ。ああ見てみろ、すぐそこだ。なんだ。いや、おい、悪いな。何、邪魔か。面白がってくれて光栄だぜ。おい、待ってくれ。悪かった。最高だ。どうした相棒、信用してないのか。おお、だから俺を信用しろって。よし、ほら大丈夫だ。ねえ、行けよ、お前から。腹立つな。この先行き止まりじゃないだろうな。この先だ。その腹じゃとてもそこを通れないだろう。さあ、ぐるっと回ってきたね。一緒に押してくれ。あじゃあ。オッケー、チームワークだ。まるで昔みたいだよな。な。このまま後ろから蹴落としてやりたいぐらいはあるが。さあ。ああ水濡れてるか。いやー普通だと苔が生えててヤバそうなんだけどね。よし、取った。どうやってカートをそこに動かした。とにかく今は上へ登らないと。まるでストーンヘンジみたいだ。いや、押すのを手伝え。まあどっちみち一人ではっていう感じだね。ほらお嬢ちゃん、よいしょっと。お前のママの像だ。さあ奥なんか光ってたね。いや、いけるか。いけたね。何が光ってたんだっけ。あれか。あ、見ろ、お前のエゴの等身大の像だ。で、飛んでいって。自分の力で飛ぶんだな。俺は絶対に助けないぜ。で、最後のお宝なんだろうね、この会社的には。ごめん、画面すら見てなかった。さあ、着いたぞ。よし、ドア開けてみよう。よく言われるが、ドアの向こうはまたドアだ。 OK。 で、何をするんだ。何をすりゃいい。ここで待ってろ。いつも通り俺に任せておけ。やるか。待て。なんだ。あのマーク。あのマーク知ってる。左と右。見た目は一緒だからね。左側は。ああ、なるほど。こういう、このマークか。一番左がこれ。真ん中、右、ああ、真ん中と右が違うのかな。一番、あ、真ん中やね。真ん中が違う。手帳では小さいのにこんなでかいのか。
退屈だ。さっさとしてくれよ。待てよ、集中しようとしてる。と、真ん中は？ああ、違うね。もう一つ右、あ、左のやつだったかな。これっぽいね。潰れてるもんね。潰れて、一番右も、潰れてる。よし、これでいい。さあ、次はこっち。左、真ん中が、隙間が空いたやつだね。早くしろ、日が暮れちまうぞ。ラザレビッチを怒らせたくはねえだろ。頼むからフリー、耳を打ってくれ、早く。一番右が、点ありか。もう一個だね。床から出てきてるあれはなんだ。つべこべ言わず回せ。ほら、たまには役に立て。まったく考えんな、君は。小麦を引いてるのか。水の音じゃないか。ああ、これで水が出てる感じだったんだ。ああ。で、回り始めると。あ、くそ。こいつら何だ、一体。やばい。あー、やっぱ強えな。変わらず。あ、やばい。追跡がすげえな。どれだけ撃ちまくればいいんだ。あー、時間制限か。なんだ。マジか。カカシだ。侵入者を脅かすための番人だ。そうか。マジでビビらせやがって。ラザレビッチ、言う通りにした。二人を離せ。また交渉か。だが最後の切り札もなくなっただろう。お前もここまでみたいだな。いやいやいや、まだだ。こいつにはシャングリラを見てもらう。私に取られたと悔やみつつ死んでもらおう。もう開けろ。
て、お前は長いこと私の目の上のタンコブだった。膝をつけ。おっとっとっと、お待ちよ。約束は？裏切り者は許さん。なるほど。実際どこに石があるか知ってて俺は用なしってわけですか。どうも。膝をつけ。攻撃してきたぞ。何事だ？そこら中にいる。やばい、アバターみたいに出てきた。はい、ということで今回キリがいいのでここまでにしたいなと思います。まあ、次回、そうだね、次回こそ最後なるかな、どうだろう。まあ次もまたやっていきたいと思います。次回楽しみにしておいてください。それではここまでご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録高評価もよろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。ほんじゃあまたな。